活を代償に成り立ってることになる。はい、オレキです。あれ、宝太郎？姉貴か。いっ、それでチタンダに解剖されてはたまらん。じゃあ糸魚川先生にお話っぽくして、学生側の統一意思を表…推理通りなら、僕たちの寒野祭は少なくとも一人の高校生活を代償に成り立っていることに。生贄は違う字でしょ。さあ、でも宝太郎がなんだか不十分なところがあるって言うんですけど。俺が聞きたいのは一つです。